どんぐりFM。ちょっとテクマクマヤコンの元ネタっていうのはとても貴重な情報ですよ。はい、テクニカルマジックマイコンパクト。はあ、そうなんだ。うん、勉強になりました。でこれ秘密のアッコちゃんの、はい、オープニング曲。はい、もうこれすごいずっと昔からもう1969年とかからやってるんですけど、はい、ずっと同じ曲で、アッコちゃんのオープニング曲が、はい、赤塚不二夫の、なんだっけ、赤塚記念館か何かがあるところが JR の青梅駅にあるんですよ。でそこのなんだテーマ曲、恵比寿だったら「トゥン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 」の、あれがアッコちゃんになってるんですよ。そうなんだ、詳しいですね。そうなんです。1969年にテクニカルみたいなそういう単語あったんですかね。確かにってびっくりしました。へえ、テクニカルマジックマイコンパクト。テクマクマヤコン。それがすごく大事な情報ですよ、今回の一番。確かに。うん。誰にかに言いたいですもん、それ。テクマクマヤコン。言うシチュエーションあります？ない。誰かに言いたいですけど、まあ言うことないですね。あとさっき言った青梅駅って言ったじゃないですか。はい。あれって2つありますよね。なんか青梅駅。青梅駅、都心の方と田舎の方というか、両方東京の。それちょっと調べたんですけど、どこだっけ、ゆりかもめ駅。青梅駅は東京都青梅市本町にある東日本旅客鉄道 JR 東日本の青梅駅、で青海駅が、青海駅は青に海なんですよ。はい、青梅駅は青に梅で、三髄か紀変で、で青海駅は東京臨海副都心内の、ゆりかもめのどこかにある。そう、ゆりかもめの駅、なんかね、お台場あたりにあったイメージがありますね。そう、青梅の方はね、また真逆の山の方ですもんね。そうで、これめちゃくちゃややこしいじゃないですか。でこれ実は去年かな、ちょっと前に、カラーランみたいな、カラーパウダーランみたいな、走りながら流行ってますよね。あれでどっちだっけ、パンフレットに青梅でありますってあって、で実際は青梅であった。そうで、これネイバーまとめちょっと後で貼りますけど、大惨事じゃないですかそれ。しかもこうちょっと可愛く、汚れてもいいし走れる、でも可愛いみたいな格好でこう走るイベントなんですけど、それで山の方の青梅駅行っちゃったと。行っちゃって、登山するようなところに朝からたくさんの人が、参加者ほぼ全員そっちだと思うんですよね。ほぼじゃないと思いますけど、パンフレットに確か5色で載せてしまって、それ見た人は山の方行っちゃうっていう、大問題ですね。大問題です。だってそれ双方移動するのに多分2時間以上かかりますもんね。そうなんです。だからもう絶対間に合わない。間に合わないですよ。登山するしかないですよね、それ。そうの格好でね、なんだろう、白のままこうカラーに染まらぬまま。切ないですね。でも青梅もね、いいとこですからね。あ、そうなんですか。いろんな山があって。でも最近はね、登山もすごいやる人増えてるから、週末とか青梅駅は青梅駅で人がごった返してますよ。行ったことあるんですか。ありますあります。青梅駅か分かんないですけど、青梅方面のあっちの山の方に、八王子のさらに先の方ですけど、あ、そっちの方なんですね。でももう土日はもうそのご老人だけじゃなくて若い人もたくさんいますよ。カラーランみたいな格好。カラーランみたいな格好しないですけどね。山ガール的な子がたくさんいるんで、まあ山登ればいいんじゃないかなと思いますけど、温泉もあるしね。確かに、その格好でね、間違えたなっつって、そうそう、駅の名前を間違えない。そうですね、青梅と青海はちょっと運が悪かったですね。そうですね、青海でやるときは青梅になってないか気をつけろ。気をつけろ。二度とあってはいけないことですからね。大阪と新大阪とか、なんか東京に住んだ人だとね、分かると思うんですけど、もしかしたら青梅の方を知らない人もいそうですもんね。僕知らなかったです。あ、そうですか。カラーラン青梅じゃできないですもんね。アップダウン激しすぎて。いやいや、そういうもんかなって思うじゃないですか。すっかりね、青梅の話になりましたね。何でしたっけ。あ、28歳。青梅の。でもこれはこれでまた別のあれとしていいんじゃないですか。マムシの話以来のお役立ち度ですよ、これ。夏目さんのそういう不思議な知識シリーズっていうのをね、増えてるといいですね。この28歳のにちょっとだけ戻しますと、はい、これなんだっけ、最後の方に金曜日20時の駅前交差、はい、なんだっけ、あの交番前がいいみたいなの書いてあるじゃないですか、はいはい、僕これ読んでた時に、うん、すっげえわかるなと思って。あ、そうなんですか。僕、はい、今でも週1以上、はい、渋谷のハチ公か、うん、六本木交差点か、うん、恵比寿のそこの、うん、恵比寿像の前で、うん、結構2時間ぐらいいたりするんですよ。何をするんですかそれは。見てます、誰かを。人を見てる。人を見てて。へー。何のために？いや、面白いから。そうなんですか。暇じゃないですか。暇なのかもしれないですね。そうなんだ。そう見てて、この人絶対今モンストやってそうだなとかで、後ろ回ってやっぱりやってるなとか。それは暇ですね。いやいや忙しいですよ。忙しいんですか。でこの人は絶対これから居酒屋行くなとか思って、うんうん、こうちょっとついてって入る。ああ駅だったかとか。そういうなんか予想するゲームですか。そうですね、すごいちっちゃい頃からやってます。あ、ちっちゃい頃やってるんですか。やってますね。なんか知らないお賛美行したりしてた。変な遊びしてますねまた。そうですね。へえ。絶対この人はツイッター公式クライアント使ってるなとか思って。何でもいいじゃないですかそれ別に。いやいやいや、わかんないです。なんかちょっとこう。でもあの電車とか乗ってて、はい、隣の人がツイッターやってるとかあるじゃないですか、はい、椅子座ってる隣の人が、はい、そういう時どうします？ああ。ちらりと見て ID 確認して、はい、その場で調べてその人のツイート見るって人いるじゃないですか。あれできます？公式。僕それずっと何回もやろうとしてたんですけど、うん、タイムラインを見てる時に、うん、どこにもあのアカウント名が表示されないんですよ。そうなんですか。そうなんですよ。あの公式だと、ツイッター公式だと、だから他のアプリ使ってないとダメなんですね。かあとなんだろう、自分のプロフィール見てるとか、うん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 、なるほど。そういう人いますよね結構ね、うん、でも隣の人がツイッターやってたらちょっと見ちゃいますよね。そうですね、うん、この恵比寿のこのシリーズは、はい、シリーズですよねきっとね。シリーズです。あと前も最初三茶住み始めたのもあります。そうですよね。だから続き楽しみなんですよね。そうですね、うん、いくつになってるんでしょうね。今ボリューム5なので、はい、次6が来ると思うんで、はい、今最初22歳かな。あ、そうなんですか。あ、だって最初三茶住み始めたの時は。あ、そうか。あ、これ同じ人っていう設定なんですね。そうです。成長にですよね。秋田から上京してきて。そっか。じゃあ次回だとあやさんも33歳になって、そうですね、結婚したいけどできないアラサーな感じの、はい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 、で住んでる町もまたちょっと移動してるんですかね。いつでも脱げる臨戦なんだっけ、うん、バッチリなところから。そうそうそう。どこでしょうね。これですかね。僕意外とこう青梅とか青梅ね、通えなくないですか会社に。八王子とかちょっと、はい、あ、埼玉とかかもしれないですけど。あ、そうですね。なんだろう、どの辺がいいんだろうな。あ、でも2パターンありますよね。結婚したのなのか、うん、結婚したいのなのかで住むところは変わりそうですけど、うんうんうん、なんか中央線とか行ったりね、京王線とか行ってるかもしれないですよね。これを聞いてたら青梅っていう可能性もあります。確かに。それなってたらめっちゃ面白いです、ね、面白い。もしこれを聞いてたら青梅に行ってくださいって。ぜひ。たまに間違えるのって間違えないから。たまに間違えるの。これ前カラーランで青梅に来ちゃってる人がいたよみたいな。なってたら面白いですね。なってないでしょうね。ぜひ東京カレンダーさんちょっとね検討してほしいですね。はい、はい、そんな感じで。